ライブしてんすか。うん、いきなりライブ。大丈夫だ、誰も見てないよ。誰も見てないから大丈夫。こんな時間、早巻きに。この時間だってみんな仕事してる。いや、早巻きじゃない、普通にしていいよ、普通に。普通に巻き。うん、新兵器の。そこまでじゃなくて普通でいい。普通でいい、普通で。ちょっと、それ違う違う。そこじゃないんだよな。違うんだよな。あのパカってやるのが違うんで、で奥にとそうパカってやるのがちょっと違う。そう、新兵器がこれはお店を汚さないし、なんかあの洗う時も楽ですね。だから一人サロンとかすごいいいかもしれない。一人サロンとかだったらめっちゃ楽そう。洗うのも何もそこそこパカが違う。パカがパカがパカがここのここのここのここが常につむじに向いてる感じ。ここがわかる？ここですね。違う。これがこうこうこの状態でパカッとなる。ああ、そうかそうかそうそうそう。そういうことですね。これがここじゃなくて、はい、ここに対しパネルに対して90度にパカッ。もっと。そう。で坂巻きもそこなんだよね。で、キューってやって置いて、そう、マークマークで、テンションをかけて。だからこれ結構、毛先巻きでも毛先にテンションが入ってないから、中間巻きしなくても中間にテンションをかけて、あとはで、中間水線も、突っ込むかけとか。で、中間水線も、すごいしやすいという、ちゃんと息が通るっていう。ちなみに、これは今、うちのスタッフが、ほぼ初めて巻いてます。ほぼ練習なしで巻いてます。でもできるっていう。これね、洗うのも洗うときザルにボンって入れた。ほら、それ難しいよね。すみません、なんかさ、やり方ありそうじゃない？なんかそこもさ、短いのはでもあんまりないんだよ、そういうときは。ちょっと外羽行ってみるか。その短いところ省いて外羽できる。外羽はなんかさっきのあのパカっていうところが、パカの場所、最初からパカの場所、本当にすぐパカでいいんだよ。すぐ速攻パカで、で速攻パカってやって、でそのままくるって引っ張って、でもそのまま巻きながら行くんだよ。でテンションかけて、根元から薬つかないから、ゴマとは間違いなくつかないよね。根元から、うちのやり方だったらほぼもう最初にやっちゃえば薬つけちゃう。まあ機械もいらないから楽だよね。レスパも高い機械必要ないし、それさえあれば。あ、ちなみにこれすげえすごい短いところはもう巻かなくても挟むだけでできます。すごいネープの短い毛とかは挟むだけで大丈夫です。これやっぱここの中が動いて回ってくれるんで、無理に引っ張ってみたい。あー、確かに。そうだね。そこ確かに普通のロットだったらさ、引っ張られるよね、髪の毛。だけどその中も回るからノーテンションの状態で巻くことができると。あ、そう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 、そう言ってた。
そう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 。回るんで、これ地味に回ってるんで、ここを下くないから下をくぐらせて、そこをね、ちょっと開けられる。スパイラルパーマとか。うちもドタキャン入ったんで練習中です。皆さんよければコメントください。皆さんどうですかこのパーマ。皆さんコメントいただいたら。これはでも結構やりやすいですけど、ちょっとやばい。皆さんコメントいただけたらありがたいです。ドアアップでいきます。内向きでいきます。内向きでいきます。で、角にして、こうで、転換して、くるくる回って、で、ここでテンションかけたければかけれると、グッと、で、ゴムを奥までかければきっちり止まる。で、このゴムが特殊シリコンを使ってるんで、ゴム跡がつかないという。あ、鈴木さんありがとうございます。残の芯ですね。鈴木さん、違う鈴木さんです。残のありがとうございます。斬新なロットです。あ、漢字が間違ってるかもしれない。斬新の残、残の芯ですね。斬新ですね。ちょっと、あ、いいね、ありがとうございます。なんか多分あずきさん練習しないと、こっち右半分がちょっと緩くなる。しごくときに多分どっちかに毛量の多い方に、あーテンションが多分毛量の少ない方はちょっとこう すっごい短いやつとかは、皆さん多分ロット巻くとき集めて巻くと思うんですけど、集めなくても巻かさるんですよね。まあ、ここは長いからまだいいけど、本当に5センチとかのロット巻かないとダメな、まあ、例えばおばちゃんパーマとかそういう時のネープとかも挟むクリップでパッと挟めば、カールが出せるんですよ。あ、それ綺麗だね。集めてやっぱり巻いたら、集めないで巻いたらやっぱりそうですね。うん、パーマは基本かもしれないですけど、でも本当にそれです。多少やっぱ集めるでしょ、毛先。そうです。だからその集めるので、やっぱりその中心のカールと外から集めたカールのところがコンケーブ状になってくるから、細かいこと言うと、それがコンケーブ状にならないからウェーブもちょっと、収まりがいいっていうか、細かいこと言っていくと、そうなのかな。増えてきた人、大丈夫？俺はやってないけど、結構バックルームみたいです。俺いつもこんなに行かないよ、ライブしてたら5人とか6人とか、結構増えてきたろ。増えてきてる。あ、皆さんコメントいただけたらありがたいです。ちょっとニューパーマどうでしょうか。これは皆さんお店を汚さないパーマで、洗うときはこのままザルにぶち込んでさささっと洗えば大丈夫なんで、一人サロンとかすごくおすすめです。で、なんと言っても中間水栓でペーパーが邪魔をしないという最強の、部分。あとおばちゃんパーマとか短いスタイルでも根元から立ち上がらせることができるっていうことですね。なぜじゃあ立ち上がらせることができるかって言いますと、てかなんか宣伝になってんだこれ。別に宣伝してるわけじゃないですよ。宣伝しても僕にマージンは入りません。
宣伝してるわけではありません。あの根元から立ち上がるんで、このゴム跡がつかないんですよね。だから結構年配サロンでもすごく使えると思うんで、本当に根元から立ち上がりがすごいつくんですよ、これでかけると。135度だって。倒すのは135度の角度だし、まあ基本は。ここでちょっとずれて広がるんだよね、毛先が。ああ、多分まとめて巻いてないで。あ、鈴木さん、これ、連絡いただければ、僕代理店でも何でもないんですけども、多分これまだ発売されてないと思うんで、つなぎますよ、もしよろしければ。僕、代理店でも何でもないですから、直接つなぎます、もし。で、まだ今、多分これから出来上がってくるっぽいので、うちちょっと一足先に使ってるんですけど、価格とかもちょっといまいちわからなくて、です。なんか講習会とかもしあれば、できるみたいなので、呼んでいただければ、いけると思います。あとこれ以外にも、このパーマと一緒に、僕 YouTube にも上げてるんですけど。これノビーにつけれるんですけど、これ中に巻いてるのちょっとして、でこれノビーの先につけて乾かすと、ここに熱がこもって、かなり面白く使えるアタッチメントなんですよね。これすごいです。早く乾くっていうのと、ドット系どれぐらい種類がありますか。ドット系どれぐらいあるんだろう。あ、ロット系はちょっと見てみますか。多分これ一部なんですけど、まだ全然ちっちゃいのありますね。もっとこれよりも小さいのが何ミリかな。多分普通のロットの8ミリとかぐらいまであると思いますね。で上がこれ大きいの何ミリ、20、結構大きいね。23ぐらいから下8ぐらいまであるんではないでしょうかね。ちょっとうちに全部今あるわけではないので、これ今小さいんですけど、これでもそんなに13ぐらいだと思います。これで、はい、何か質問があれば皆さん、ちょっと当日キャンセルが出たので今、巻いてもらってます。ヘルプがまずいらないっていうところですね。で今巻いてもらってるんですけど、確かに前髪とか取るとき、前髪巻くときワゴンとか近くになかったりするからってことでしょ。それ巻きづらいよね。でこれ今巻いてるのはもうずっと練習してたわけじゃなくて、今巻き始めてたばっかりなんですよ。なので、ほぼ初めての状態で巻いてもらってます。多分もう僕より上手くなってると思う。すでに多分僕より上手いっす。はい、ドット系は山田さんちょっとわからないですが、23とかから8ぐらいだと思われます。他に質問あったらお願いいたします。ガチでしっかりアップしてるやつの時に見てる人少ないのに、ちょっとそれよりも多いという悔しい現象。
これ今なんとなくやってる。あ、いいね、ありがとうございます。多分二液の浸透も絶対いいはずだよね。浸透、まあ、薬剤の浸透がまずいいかな。あとゴム跡のピン刺さなくて、あ、そう、ピン刺さなくていいんですよ。刺しピン刺さなくていいんで、ピン刺さない分楽だし、なんかあのサロンが汚れないっていうところでシンプルっていう部分ですね。あとよく刺しピンとか落ちてたりとか、だいたい多いのがゴムが、タオルにゴムがついてたりとかですね。でゴムがお店中に転がってたりとかって、まあうちもあるんですけど、そういうことがないっていうところですね。縦巻き、初縦巻きやってみてください。縦巻き、でもなんか新しいのできそうだよね、そのまま毛先巻き、まあ、とりあえずまだこれはベーシックだから、まだ毛先巻きだけ縦巻きもできる。はめちゃえばもうこっちの、はめちゃえばこっちの、もうはめちゃえば、はめちゃえばもうこっちの音程。そうだね、はめちゃえばもうこっちの、ね、これでもうサロンは汚れないし仕事も早くなります。ああゴム掛け、そうだね、ゴム掛けもできなくもない、ね、ゴム掛けしなくても大丈夫です。だって根元5ミリから根元1センチのところに薬つけないですよ、あんまり。そうですね、このニューロット、最新型まだ発売されていません。そこ外ハネ難しいでしょ。ここでも外ハネしたい部分、そこは難しい。最新ロット、あ、いった、外ハネ、いけた、いけますね。ここも閉じちゃえば、どうでしょうか、このロットの収まり方。一般的なロットより重いですか。あ、
横尾さんありがとうございます。重いですか？いや超軽いです普通のロットと変わらないですね。重さは一切ないです。すごい軽いですね。まあ、発売と同時になんかちょっと、講習してくれるかもしれないので、北海道の方とかはあんまりこっち流れてきてないんで、情報自体が。なので、北海道の方でも、まあ、人が集まればできるかなと思います。基本的に関西方面で結構早めにまず出して、それから上陸して、まあ、九州方面、それから、北海道の方っていう感じに、少しずつっていう感じかと思うんで、まあ、結構早く取り入れたい方は講習を受けていただくみたいな、まあ、講習ってまでもないですけど、すぐ負けるんですよね。あとこの、まあ、さっきも言いました、ノビーのこの先っちょにつけるやつ、これもすごい優れものなので、これで乾かすとパーマじゃない人がパーマになるという。多分これスペーダーとか GMT でもかかるな、これだったら。塩じゃなくて、結構な気がする。あのなんだっけ、ザル、ちょっと申し訳ないけど、ザル持ってきて、あ、それで、で、実際に外す感じをちょっと、あ、やっぱここでいいでしょ。ではアウトします。実際にアウトしています。まあ、パーマかけてないですけど。あ、早いっすねこれ。あ、なるほど、早い。何がいいって、この取った後のゴムをなんかこうやってやんなくていいですね。最後アウトが早い。これは大型店でもいいけど、一人サロンでもいい。商品紹介になってます。皆さん言っときますけど、商品紹介してますが、これ僕にマージン一切ないですからね、本当に。本当の通販の、そうです。ちょっと知り合いの商品をただ紹介したいっていうだけなので、僕別にそういうお金絡んでませんので安心してください。自分がただ気になった商品なので。洗う時もこれ、その取ったままわーっとやってこう、洗えばボーンで終わりですね。でも大体マクロットって人によって決まってくるから、ボーンってやったやつをまたそのまますぐ使ったりもできなくはないですね。大体マクロットって決まってくると思うんで、お客さんのまあ長さにもよりますけど、そしたら洗ったやつそのままボールに入れといて、そのまますぐ次のお客さんに使うこともできますし、洗うのめっちゃ楽っす。取るのも全然、取るスナップ。そう。クミさんどうですかね、オーストラリアに。見てっかな。なんかクミさんちょっと見てるのかな。見てないか。入ってきた気がするけど。オージーどうですか、オージー。オージーにお願いします。オージーパーマ、あ、難しいかな。アウトが早い。見てます？お、見てるで。はい。これ王子に送りますね、とりあえず。はい。え、嘘だ。マジ？マジっすか？本当？本当に？まあ直接連絡します。直接連絡します。
いやちょっと待って、勝った。ちょっと後で連絡しますね。てなことで皆さんこのまま、ロットを洗ってジャバジャバジャバっと洗って終わりです。てなことで、あやばい、お客さん来てしまうんでこの辺で終わりたいと思います。では皆さんごきげんようごきげんよう